ドミノ。ドミノは、二つの正方形をくっつけた形をしている、パイ、それらの牌の一揃い、もしくは、それを使って行うゲームである。ドミノパイは二つの正方形をつなげた形をしており、各正方形の片側の面には模様、目が、サイコロのように描かれている。もう一方の面には何も描かれていない。二つの正方形の境界部分には通常は、 直線が描かれている。市販されているドミノパイはプラスチック製のものが多い。かつては木製、骨製、造毛製のものもあった。色はすべて同じ白地に黒のものが伝統的だが、現在は目の値によって色を変えている製品も多い。サイズは製品によって異なるが、長さ 5cm、幅 2.5cm、 厚さ 1cm 弱程度が多い。目が0から6のドミノパイが入った一揃いをダブルシックスといい28枚一組である。0から6で可能な目の組み合わせなどがすべて1枚ずつ入っている。ただしとのように順番を逆にしただけのものは同じパイとみなされるため、例えば3と6が両方書かれたパイは1つしか入っていない。 最大の目が9のものをダブルナインと言い,い、同様に可能な目の組み合わせがすべて1枚ずつ入っている。55枚で1組。他に最大の目が12.1518などのものも市販されている。最大の目の大きいドミノではサイコロ風に目を描いたのでは識別が難しくなるので代わりに数字が書いてあるものもある。一般に最大の目がフォーミュラ一の時、 その枚数は重複組み合わせフォーミュラにによって求められる。ドミノパイの2つのサイの目が異なるものをシングル、同じものをダブルという、フランス語のシンプリット・ダブレットに従ってサンプレ・ドブレと呼ぶこともある。ユニコードでは U プラス1回030から U プラス1回093までがドミノパイになっている。ダブルスのハイの横置き、縦置きを区別し、 3から4と4から3のように向きだけ異なるものに別の符号位置を与え、さらに裏向きの範囲にも符号位置を与えているので、全部で100個の符号が割り当てられている。ドミノの起源ははっきりしていない。中国にもドミノとよく似た形をした、範囲 9π、点 9π があるが、π の構成がドミノと異なっており、両者の関係は明らかではない。 パイの目はサイコロを元にして作られたと言われ、また、ドミノという名は、ズキン、を意味するという。ドミノを使った遊びには、トランプと同様にいろいろなものがあるが、基本的なルールは同一である。まず、すべてのドミノを伏せて、麻雀のようにかき混ぜる。これを、山札、ボニアドとする。各競技者は決められた枚数を、山札から取り、これを手札とする。主札は、 軍人将棋のように、他の競技者から見えないように立てておく、灰を立てるためのラックを使用することもある。場に置かれているパイの列に対して、各競技者は時計回りに順に一枚ずつ主冊をつなげていく。場に並んでいるパイの列の両端の目と同じ目を持つ、パイが手札にある場合、そのパイを場に出して、列に繋ぐことができる。例えば、場に三から四、四から一のように牌が出ている場合、 主札に1から6があれば、4から1の隣に1から6を2枚の範囲の1同士が接するように場に置く。出すパイは通常つなげる牌と同じ向きに置くが、テーブルに余裕がない場合は90度向きを変えて置くこともある。どう置いてもゲームの進行には影響しない。ダブルパイのみは列に直行するように置かれる。ダブルパイに別の範囲をつなぐときもダブルパイの側面につなぐ。 出すことのできるパイがないときは、パスするルールと、出せるパイが出るまで、山札から引くルールがある。誰かが手札を、すべてなくする、上がるか、誰も、はを出せなくなったときに、ゲームが終了する。ゲームごとの違いとしては、以下のようなものがある。ハイはいは、通常のダブルシックスを使用し、競技者の数は4人で、主札は7枚を使用する。従って、山札は存在しない。 6から6を持った人が最初に、それを場に出す。この6から6はスピナーであり、他の競技者は、この6から6につなぐ π4 枚が出揃うまで、他の範囲につなげることはできない。4枚が出揃ったら、その4枚に対して、π をつなげていく。6から6以外のダブル π は90度横向きに置くが、スピナーにはならない。つなげることができないときは、単にパスする。 誰かが上がるか、または、全員が牌を出せなくなった時にプレイが終了する。各人は、主殺の目の数を合計し、最も少ない人が、他の3人の目の数の合計を、自分の得点に加える。複数の人が同点で1位になった場合には、引き分けとして、得点は計算されない。誰かが61点に達したら、ゲームが終了になり、得点の最も高い人の勝ちとなる。 アメリカ西海岸発祥のゲームである。ここではアーミニノに従ってルールを述べる。ファイブアップは二人から四人で遊ぶ。四人の時は二人ずつパートナーになる。パイは通常のダブルシックスを使用する。主札は五枚。最初の一枚は何を出しても良い。二枚目からは基本的なルールに従って出す。出せるパイがない時には山札から引いていく。ただし、 山札の最後の1枚、2人の時は2枚は引くことができない。山札が尽きても出せるパイがなければ、パスする。誰かが上がるか、全員がパスしたら、そこで、プレイが終了する。すべてのダブルパイで分岐を行う。誰かがハイを置いた時に、パイの列の端にある目の合計が5の倍数になったら、それを5で割った章がそのパイを置いたものの得点になる。 パイの端がダブルパイの時はその両方の目を数える。目の合計を計算する時は、すべての分岐の端の目を加算する。ダブルパイの両側面のいずれか片方、または両方が塞がっていない時はその目の合計も加算する。プレイが終了したら各競技者4人の場合は各チームは残った手札の目の数を合計したものを手札の値とし、それによって 以下のように点数を計算する。誰かが61点に達したら、そこでゲームが終了する。点数の多い方が勝つ。ブアップと似て、少しずつ、名前やルールの異なるゲームが各地に存在する。ケリーに従うと、以下のようなゲームがある。二人から四人までで遊ぶ。視察は六枚。ダブルパイで分岐はしない。 場のドミノの列の両端の目の数が同一になったら2点を得る。ただし、片方がダブルパイの時は3点。ダブルパイを出すと2点を得る。出せる手札がない場合は、出せるパイが出るまで山から引く。ただし、最後の2枚は引けない。山が尽きたらパスする。上がるか、誰も上がれなかったら主殺中にダブルパイの最も少ないもの、複数の競技者がいる場合は、 主札の目の数が最小のものが1点を得る。誰かが15点以上になったらゲームを終了し点数の多いものの勝ちになる。アメリカの新しいゲームであり、プユラムコ社が半径を持っている。2人から8人までで遊ぶ。通常はダブル12、91枚の牌を使用する。手札の枚数は2人から4人までの場合14枚、5.6人ならば12枚。 7.8人なら10枚。最も大きなダブルパイ。普通は12から12を持っている人が、それを場に出す。ついで各人は、それと同じ目を持つパイを場に出す。これを、各人のトレインと呼ぶ。各トレインには、通常そのパイを出した人しか主札を繋ぐことができない。自分の番が来た時に、出せる手札がない場合は、山札から1枚だけ取ってくる。 そのパイが繋がる場合は繋げる。繋がらない場合はそのパイを手札に加え、パイを出せるようになるまで、その競技者のトレインには誰でも、ハイを繋ぐことができる。ダブルパイを出した競技者は、続けて、もう一枚のハイを出す必要がある。ダブルパイにつながるパイを出せなかった場合、同様にその競技者のトレインには誰でも、ハイを繋ぐことができる。なおダブルパイでは分岐しない。 分岐する編集もある。各人のトレインの他にもう一つトレインを作ることができる。これをメキシカントレインという。メキシカントレインは常に誰でも視察をつなぐことができる。点数は上がった人が0点、それ以外の人は残った手札の目の数の合計が点数になる。点数は少ない方が良い。ドミノを使ったトリックテイキングゲーム神経衰弱。 マージャンに似たゲームもある。テキサスのトリックテイキングゲーム。ブリッジのように、4人が2人ずつチームを組む。ダブルシックスの牌を各人は7枚ずつ持って競技する。点数は1トリック1点、全部で7トリック、目の合計が5、または10の π、0から5.1から4.2から3.4から6.5から5を取ったときは、その π の目の合計が得点、全部取ると35点になる。 プレーの前に自分のチームが何点取れるか、最低30点、最高42点を宣言する。宣言に競り勝った人が切り札の目を決定する。パイは切り札の目を含む7枚が切り札、スートに属する。切り札以外のリードでは、2つの目のうち多い方が、そのトリックのスートになり、他の競技者は同じスートの切り札でないパイがあれば、それを出さなければならない。 同じスートでは、ダブルパイが最も強く、シングルパイは目の数が多いほど強い。それ以外は、トランプのトリックテイキングゲームと同様にプレイする。宣言した以上の点数が取れた場合は、宣言側が1マークを得る。達成できなかった場合、相手側が1マークを得る。先に7マークを得た側が勝ちである。42の代わりに、84を宣言することもできる。 この場合、四十二を宣言したのと同じことになるが、2マークを得る。八十四を宣言した場合、取ったカードは、積んでおき、何を取ったかを見てはならない。ドミノ倒しとは灰を並べて立てておいてからそれを倒す、遊び。日本では、将棋の駒を使う将棋倒しの代わりとして紹介された、結果、ドミノといえばドミノ倒し用の道具、あるいはドミノ倒しそのものと思われることが多い。 最近では、目の刻まれていない、ドミノ倒し専用の灰も発売されている。ドミノパイは2つの正方形を連結した形であるが、このことから派生して、複数個の正方形を連結した図形を、ポリオミノという。ポリオミノは、正方形の数で分類され、ギリシャ語由来の数節当時に、オミノをつけた名前で呼ばれる。例えば正方形が3つ。 4つ、5つ連結された形をそれぞれトリオミノ、テトロミノ、ペントミノという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。